加計正文二2月2日から1969年は、日本の政治家、実業家、広島県多額納税者。加計す也二22代当主。広島県山形郡加計町出身。加計八重門の長男。1898年、あるいは1906年、第六高等学校一部校類を卒業。東京帝国大学文科に就学。 夏目総石の講義を熱心に調講していたが、1905年時点で、家業を継ぐため停大を中退している。1917年、正式に家督を相続した。加計銀行峠取、加計町長2期、軍教育会長、1913年以来、広島地方森林会議員、県山林会理事、県産業調査会委員等に選ばれ、加計銀行が、 芸美銀行と合併後芸美銀行掛け支店長、三輪会副会頭、また、三崎商事、昭和工業閣、取締役などを務めた。貴族院多額納税者議員選挙の五選資格を有した。同郷の小説家、鈴木美恵吉と高等小学校以来の友人であった。趣味は読書。宗教は神道、住所は、広島県広島市上柳町。 山形郡掛町。夏目漱石が帝国大英文化教授を務めていた時の教え子の一人が聖文であり、漱石の肉声が録音されていたという管理コードが掛け家,家に残る。聖文は掛け家,家を継ぐため帝大を中退し、帰教していたが、その後も漱石を慕って手紙による交流を続けていた。遠隔の地でも漱石の談話を聞けるようにしたいと思い立ち、 銀座十字屋楽器店で蓄音機を購入し、1905年10月27日、中川義太郎と共に漱石の共に訪れ、録音した。内容は、教師をしているのは、崇高な目的ではなく、食うためであること、冗談で一構成にコンドルを、コンドを剥げたかと訳して見せたこと、18世紀の英国政治は理解しがたい面があることが、1分30秒程度で語られている。 成分は録音したものを持ち帰り懐かしいんで時々聞いていたが劣化して聞き取りにくくなったため1919 19年像の奥にしまった。その後親友の鈴木美恵吉や小宮豊か,から頼まれ何度か蔵から出したもののその時点ですでに聞くことができなかったという。後に研究機関等で復元が試みられたが劣化が激しく音声再生の復元は難しいとされている。なお、 掛け家にはこれを含めて5本浪漢レコードが残っており、3本は内容不明、残り1本が三重吉による板古説。漱石の小説、それからの主人公、大輔の友人の田島町長のモデルが成文であると言われている。また漱石が成文に当てた手紙の中に猫の墓に登場する墓を建てたことが書かれており、この手紙は掛け家で保存されている。 三重吉の小説、山彦は、三重吉が、親友の成分を尋ねかけ家の山荘吉水園に滞在した時に構想を練って出来上がった。ありがとうございます。